こんにちは、すみやです。今日はシースターのね、フレーミング機能の意味について考えてみたいと思います。普通ね、天体望遠鏡っていうのは星を点に移すために今までは赤道儀を使ってね、北極星に合わせて望遠鏡自体を動かしていくいうことが必要だったんですが、このフレーミング機能と ライブスタックの機能を使えばもうそれが必要なくなりますね。はい。ですから C スターは境内形式の望遠鏡というふうに言われているんですけれどもそして赤道儀モードはサポートされていないんですけれども赤道儀がなくても赤道儀で撮影したのと同じようにね星の位置を自分で判断してちゃんと綺麗な 天体の画像をね、画面の隙間の無駄なく表示してくれるっていう点でね非常に画期的な機能だと思います。ベスペラから始まったこのモザイク機能 C スターでもね入ったことはスマート望遠鏡の進化にとっての一つのね大きなエポックだと考えています。そして今度登場する C スター S30 もね最初からそのフレーミング機能 いわゆるモザイク機能が入ってるわけですから、これはね、非常に利便性が高いです。今まで天体観測っていうとね、星の位置がどん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 動いていくので、それを追尾するっていうことが必要だったんですけれども、さらにね、撮影している間に天体の画像がね、どん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 画面上回転していく、そういう弱点がね、境内にはあったんですが、もう フレーミング機能を使えばそういう弱点は事実上克服されていて赤道儀で使ったのと同じような天体の画像が得られるという時代に入りましたね。ベスペラに次いでシースターにもモザイク機能フレーミング機能が入ったことでもはや赤道儀がいらないというふうな時代に入ったのかもしれませんね。 もう赤道儀が必要のない時代に入ったんじゃないかなと赤道儀ってオワコンなのとということです。高性能な天体望遠鏡で綺麗な星空を撮るためにはね赤道儀というものが必要でしたまあポラリエを含めてねポータブル赤道儀というものもありますけれども高性能な天体望遠鏡は非常に正確に星を追尾してくれる赤道儀が前提になってね 今までは天体観測をしていました。しかし、そういうものは事実上もう必要なくなるという時代がやってきたのかもしれませんね。なんと言ってもね、ハワイにあるスバル天文台、あれ赤道儀ないですよね。境内式っていうかね、はい。それでちゃんとね、画像処理をして、美しい天体を撮ってるわけです。もう赤道儀はね、 必要のない時代になったのかもしれません。まあ、高い赤道儀買ってしまいましたけれども、そんなのがなくてもね、C スターのフレーミング機能を使えばね、画角も自分でね、選べるし、それから撮影する範囲の大きさも自分で決められる時代になりました。まあ、もちろんね、赤道儀モードが搭載されているドワ a フ3もそれなりの意味は今のところあるんですけれども、 ドワーフ3にいわゆるモザイク機能が入ればドワーフ3はもう赤道儀モードで使う必要もなくなるかもしれませんね早くドワーフ3にもモザイク機能が入ってほしいところですが、まあ、もう少し時間がかかるかもしれませんあそれでね今朝ドワーフ3のアプリを立ち上げたらファームウェアのアップデートが来てましたね正確なことはねまだ調べてないんですが このドワーフ3もね、どんどん進化しているようです。後で調べておきたいと思います。フレーミング機能が使えるようになって、スマート望遠鏡の世界が一気にね、進化したという印象ですね。もちろん今までもね、バオニスのベスペラではモザイク機能を使えたわけですけれども、値段的にね、なかなか手が出なかったということもあって、廉価版のスマート望遠鏡の中で、 一番普及しているであろう C スターにフレーミング機能が入ったことで、まあ事実上赤道儀に乗せてね、撮影したのと同じような天体の画像が得られるっていうのがすごいメリットだと思いますね。しかも画角を広げられる。それが最初から入っている C スター S30 はね、値段もそうですが、機能的にね、スマート望遠鏡としてのね、性能は シースターが最初に登場した時よりもはるかにね、利便性が上がってますので、初めて買うスマート望遠鏡としてはね、まさに一押しの天体望遠鏡になってると思います。まあ、もちろんね、ドワンフ3も、いわゆるモザイク機能がそのうち入ってくるんでしょう。そうすればね、赤道儀モードで北極星に望遠鏡を向けるというね、一手間がなく、簡単に天体を端が欠けたりね、 回転するというデメリットを補った形でね撮影できるというふうになると非常に利便性がさらに向上するんではないかなというふうに考えています。今朝ねちょうど夜明け前に非常に美しいねマジックアワー朝焼けのねタイムラプスを撮ってみました。でちょうどね太陽の光がねなぜかは分かりませんが工房のように四方八方にね 筋が出て美しく撮れてましたね。はい。で、その後ね、太陽が出てきた後、ドワーフ3で太陽撮影もやってみました。まだ高度が低いので、そんなに鮮明じゃなかったんですけれども、非常に簡単にね、ドワーフ3で太陽撮影もできました。ドワーフ3で太陽撮ったの、ひょっとしたら初めてかもしれませんが、太陽もきれいに撮れますので、ドワーフ3 待待ちかねててていいいる人は楽しみに待っていてくださいで今夜はね、通鎮シャンアトラス水星ライブをまた久しぶりにできるような快晴になってきましたので、今夜の通鎮シャンアトラス水星ライブ、ぜひ皆さんお待ちしております。5時半ぐらいから始めたいと思いますので、ぜひお越しください。水星が沈むのは9時ぐらいになると思うので、6、7、8、3時間半ぐらい 彗星が見えてるんではなないいかなと思います、まあ、もちろんね地平線の近くに雲が発生してると見えなくなってしまうのでまあ早い時間6時ぐらいからお越しいただけると非常にきれいに見えるんじゃないかなと思います。あそれから「シースター」でね先日は通鎮者アトラス彗星のライブをやりましたけれども今日はねドワンフ3でも彗星の リストが入ったようですからドワンスリーだとねかなり画角が広いので彗星のかなり広い範囲が映るかもしれませんのでそれも期待しててください本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますえいっと